リーダーを決めたのはいいけど、どこに向かうのがいいかしら。そうね、気になるところでもあるし、みんなもそれで大丈夫よね。もう出かけるの？少しくらい休んでもいいんじゃないかな。そんなことも言ってられないでしょ。無限に時間があるわけじゃないんだから。何？ネプチューヌの肩を持つ気なの？まあそうよね。確かにリーダーをかけて全力で戦ってたわけだし、疲れてるわよね。ノアールってばそんなことにも気づかないなんて、秘書官くんは優秀だな。ネプチューヌ、あなたね。そうね、いろいろあったし、そこまで言うなら仕方ないわ。一休み認めるわよ。やっほーい、さすがノアール。ちょろい。ちょろいですわね。何か言った？ブンブン。ニコニコ。あなたにお礼を言わないといけないわね。まっすぐで優しい方ですのね。ノワールの秘書官にしておくにはもったいないですわ。コーラ、何やってるのよ。あなたもちゃんと休みなさい。あら、ノワールってばガードが固いんですのね。何の話よ。もちろん秘書官の話。でもさ、ノアールは秘書官くんをなんで採用したの？今まで秘書官なんていなかったのに。あなたには関係ないでしょ。いろいろあったのよ、いろいろ。ほー、何よその目は。なんでもない。何なのよ。